池谷裕二先生、東京大学薬学部教授の論文をもとに開発された新しい記憶力ゲーム、ワーキングメモリーという脳の機能を向上し、記憶力や集中力を高め、勉強や仕事などの効率もアップすることが期待できます。はい、それでは早速やっていきます。はい、それでは早速ママ開封お願いします。じゃあ、いおりくんはシーシーお願いします。はい、開封して準備ができました。はい、できましたね。ではルールの方を説明したいと思います。はい、はい、ルールはまず、覚えてカード、ハテナマークですよね、はい、で、9カードがありますね。はい、で、まずその覚えてカードを9枚並べます。はい、9枚並べましたね。はい、何の絵が描いてますか？動物。動物だね。はい、はい、まずこの動物の絵柄を覚えてもらいます。で、覚えたら伏せます。はい、伏せたら、今度はナインカードの方を引きます。はい、はい、ナインカードを引いたら、星のカードの場所を今度は当てに行きます。はい、引いた人がね。はい、で、星の場所を回して、自分で覚えてる場所に合わせてそれを答えることができますね。はい、だから、まあ、じゃあパパは縦にしようかな、真ん中の上、うん、それにして虎、上が虎で真ん中が、真ん中なんだっけな、忘れたけど、じゃあ馬、あ、羊だったね。はい、で、今みたいに、パパは今間違えましたが、もし当てたらこのカードをもらうことができます。はい、もらうと自分のものになって、それが得点になりますよね。はい、はい、で、ナインカードがなくなるまでやります。はい、で、なくなった時点で一番カードを多く持ってる人の勝ち、勝ちですね。はい、はい、以上がルールとなってます。はい、ではやっていきましょう。はい、それではじゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、ママ勝った。じゃあ、イーシャンとパパ、最初はグー、じゃんけんぽい。よし、じゃあママ1番、じゃあパパ2番、4番。はい、ママ1番、パパ2番、いおりくん3番の順番でやっていきたいと思います。はい、はい、では、今カードを、覚えたカードを並べてください。はい、はい、はい、じゃあ覚える時間、よーい、スタート。はい、いいですか？はい、はい、じゃあ伏せてください。では、ママからナインカードを引いてください。ザン。はい、ママの引いたナインカードはこのこちらのカードになりますね。ではママお願いします。こ、はい、これ。はい、それは何ですか？羊。はい、羊。はい、正解。そして真ん中、牛。さあ、なんだ、正解。はい、なのでこのカードはママのカードになります。はい、はい、ママ、2枚ですね、ゲットだぜ。はい、では、そこの山からまた2つ、足しますね。そして覚えます。うさぎさんだね。待って、一つ忘れちゃった、この部分。はい、うさぎが来ました。覚えてください。はい、では伏せてください。はい、ではパパの番ですね。パパが今度はナインカードを引きます。はい、パパが引いたナインカードはザン、横一列、真ん中か縦で使うか、縦でいきます。うさぎがこれとこれ、これとこれ、うん、それうさぎ、それで一番上がトラ、
はい、正解ですね。正解。はい、で、これはパパのカードになります。やったぜ。意味わからなくなった。はい、で、また足しますね。はい、続きまして、ゆうりくんの番ですね。ちゃんと覚えましょう。牛さんとお猿さんの、ね、待ってね。まだだよ、まだだよ、引いちゃダメだよ。はい、覚えましたね。はい、では、ゆうりくん、ナインカードを引いてください。何ですか？ああ、難しそうだね、それ。じゃあ、どういう風に使えますか？マジか、うん、そう。あ、それ難しそうだね。よし、こう、こう、こう。はい、こうだそうです。では、ゆうりくん、お答えください。よし、わかった。牛、うん、牛でしょ、うん、牛でしょ、タロ、トラ、うん、トラ。お、すごい。さあ、最後、羊。すごい、いいじゃん、すごい。パパ分かんなかった、最後の羊が。あ、知ってた。え、すごいね。間違えれ、間違えれ。おー、すごい。はい、今ナインカードを1枚ずつ引いた時点で、ゆりくんが3枚、ママが2枚、そしてパパが3枚ゲットですね。はい、今のところパパとゆりくんが同点だね。はい、続きまして、ママナインカード引いてください。あ、そっか、足しますね。はい、山から足します。うわ、待って、お馬さんだね。はい、お馬さんだね。お馬さん、お馬さんが追加されました。皆さんも覚えてください、お馬さんです。はい、じゃあ伏せてください。では、ママナインカードの方。なるほど、そういう風に来たか。こう使う。はい、じゃあそう使ってください。それはトラ、テンコン、テンコン。そして馬。あー、すごい。はい、今は正解なので2枚ゲットです。え、すごいね。はい、ではパパ、山から足してください。次はパパの番。みんないい調子だよね。みんないい調子だね。はい、馬と羊さんだね。はい、じゃあ伏せてください。いや、もうパパもね、結構ね、やばいね。はい、じゃあナインカードを1枚お願いします。はい、パパの引いたナインカードはこちらになります。難しそう。うん、どう使うの。こう使いたいと思います、パパは。左上が馬で、真ん中が馬、そしてそこの真ん中が、そこの真ん中なんだったっけな、牛。あ、猿か、失敗。で、これでパパは失敗したので、このカードはもらえません。はい、これはまた戻します。うわー、猿だったか。思い出した。はい、で、続きまして、ゆうりくんの番ですね。ナインカード引いてください。またこれ。あ、すごい、パパと同じじゃん。いいじゃん、いいじゃん。どっちかやめましょうか。どう、こう、こう。はい、猿でしょ。あ、すごい、すごい。で、それは猿でしょ。それ何、それなんだっけ。え、パパ、わかんない。何それ。さあ、視聴者の皆様、わかってるかな。ママは知ってる。わかる、わかる、わかる、多分。すごい。じゃあ、ゆうりくん、お答えください。せーの、牛。さあ、牛。あー、すごい、いいじゃん、すごいじゃん。はい、いおりくんは6枚ゲットになりますね、これで。よっしゃ、奇跡。今2回引いた時点でママが4枚で、パパが3枚、そしていおりくんが6枚なので、いおりくんトップ。すごい、いおりくんトップです。すごい、すごい。じゃあ、最後入れますよ。はい、追加。はい、はい、羊と虎だね。よし。はい、では伏せてください。はい、ではまあまあ、ナインカードお引きください。はい、え、ザン、1つ。あー、楽だね、楽だ、うん、あ、こうする。多分ね、はい、うまっ。さあ、なんだ、すごい、まあまあパーフェクトじゃない。今のところ全部答えたよね。5。はい、素晴らしい、5枚になりました。はい、では次パパ行きたいと思います。はい、うさぎが追加されましたね。はい、ウサギが追加されました。では、ナインカードを1枚ください。はい、どうぞ。はい、パパの引いたナインカードはこちら。ザン。あー、なるほどね。どう使おうかな。
こう使いたいと思います。はい、こことここね。はい、上の右上が猿。ブー、あーもうダメだ。で、その下が猿。ブーはもうダメだ、記憶力な。じゃあ戻します。はい、羊と虎だったね。はい、ではいおりくん最後。はい、星の数が2つだね。さあ、わかりますか？どう使いますか？待って、こうかこうだね。これだ、横？これで横でいく。はい、まずここ虎でしょ、虎。はい、すごい、それ覚えてるのもすごいね、さっきだからね。そしてこっちは虎。あー、馬でした。はい、残念、試合終了です。3枚ずつ引いて、はい、結果ママは何枚ゲットしましたか？ママは5枚。はい、ママは5枚。そしてゆりくんは6枚。そしてパパは3枚なので、優勝はまさかのゆりくん。うわー、おめでとう。ありがとうございます。おー、すごい、まさかだね。ママだって2枚って1枚だったもんね。あれだね、星の数がね、少なかったね。まあ、だけどパーフェクトだったね、ママもね。やば、俺一番頭悪いじゃん。びっくりだわ。はい、で、ママが2位。はい、5枚ですね。5枚。そしてビリが、パパが3枚でビリでした。はいはいはい、今回は覚えてないんで遊びましたね。はい、はい、ゆるくんいかがでしたか？楽しかったし、勝ってよかった。はい、そうだね。はい、ママいかがでしたか？これは子供向けかなって思ったんだけど、うん、あの大人にもね、ちょっと記憶力をこう強くするために練習してもいいのかなというふうに思いました。うん、そうだね。もう年を取るとね、どんどん記憶力がね、うん、弱くなってくるからね。一緒にね、やったらね。そうそうそう、一緒に遊びながらね、自分たちの記憶力の向上もね、いいと思いますね。はい、はい、で、先ほども言いましたが、こちらの覚えてないんは、脳研究者の池谷裕二先生、東京大学薬学部の教授さんが、論文をもとに、の論文をもとに、開発された、新しい記憶力ゲームとなっておりますので、脳の機能を向上し、記憶力や集中力を高め、勉強や仕事などの効率アップをすることが期待できるっていうことなので、皆様もぜひ、こちらの覚えてない、挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、ね、ゆるくんこれやって、ゆるくんの宿題、集中力、そして勉強の学力アップさせていきましょう。はい、はい、詳しい詳細は概要欄の方をチェックしてください。チェックねー。はーい、次回もまた皆様ゆるくん TV でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。